いでこう引くんじゃなくて、はい、拮抗させたまま中央に鎧同士拮抗したままエースをやった方でこれにこのワンツーワンワンツーね、ワンツーですよ。これを押すとか引くとか拮抗するとかがなくて、はい、ただ中段を打つっていうか、まあそうですね、はい、鎧同士なんで脇が空いたところにナイフを刺す、担当を刺してるっていう動作、はい、で、これをつまぜり合いしてるんで小刀で殺すという動作だと、これをこのセンターに通すためにはこうずれないとできないんで、するつもりはないけど、拮抗してることで腰が回転するんで、回転するからこれがずれてるってことですね。だからふにゃふにゃしてると起きない。このつばぜり合いで刺そうかなっつって刺せない、切れないっていうところで担当2投目を出すんで、で、これが今ここにしてるけど、まあ、これをパーにしておきましょう、ね、もうナイフは刺さってると。で、その上でまた切る動作をする。そう、鎧同士、首を切るみたいな。切る動作で、こう、それをしてに首を切る。ぶつかって、こう、こうす。あの、なんで、ラリアートになってくる。で、ブスッと刺してる。ね、ブサッと刺したまんま、これを抜いてこうやったらまた死んでるけど、お前ら頼むみたいな感じなのかな。この視点のまんま動くと、こうじゃないと。ガチンとしてで、これを今度支点に腕同士でズブッとズブッとさせてで、こっちを支点にこれが落ちてるで、今度はこれこっち、つまりこうしてるわけだから今度は半身が入るジャブになる先にクロスを打ってで、次じゃあ。おっ、なんだおっ。ね、これが抜けてはいないです。これで、これで、この力で。それが相手のセンターを取ってるんで、こっちの半身になってるかに、これを引いてんじゃない、はい、ぶつかってるのをずっとキープしたまま、この力で、そうそうそう。これを抜いて切るから、ダメになっちゃう。この力ですね。全然違うでしょ。違いますよね。だから、こうしちゃダメ。ああ、そうね。要はオーバーに言うと、これはただ向こうに飛んでて、よくかかってる力があるので、両方力出してることになります。そうなくて、これに寄りかかった力、これでこれをしてに回ってる。体が。ごめんなさい。2つ力使う。同じに書いてこうしてない。この拮抗はこっちに外してんだけどね。丹田がいってるわけ。丹田がいった力を利用してターンしてるの。それが分かんないと、だとしたらこの回転のモードが向こうの力として伝わるんで、それがワン、ツー、フォー。そうじゃなくて、この力、このぶつかった力で生きてるんだよ。ぶつかった力ほら、そう、もう上とか、こう、当たってんのはこっちだけど、行きますよね、僕も合流して行ってください。そうそうそう。これを入れてるんで、この鎧同士の力が防いでこっちを。おで、鎧同士でぶつかった力でこっちを、この力とこの力をここにやってますでしょ。ドーン、このドーンってこっちの力で防いで、この防いだ力をこう倒してる力じゃなくて、この力がないと倒れない。これだけで倒してるんじゃなくて、この力が押してる力が倒す力に。この鼻の力はこっちを使わないと。おお、そうそうそう、下にかけてますね。そうじゃなくて上にかけて、こうとしてこっちがまっすぐ、こう横横。おお、
ワン、おぉツー、ワン、ツー、ワン、ツー、パンチ出しますでしょ、こう、ね、で、そっち出してもらったら、こう引いてないっすね、うん、もう一回やると、こう次の攻撃を待ってからやってもいいし、うん、待たないでやると、だ触れてるのはこっちだけど打ってるよね、うん、こっちを上に、はい、でこれが緩んじゃうと入ってくるの話でしょ、入ってますよ、だからこれは入れないとこれが効かないわけ、これを緩めたら入ってきちゃうから、でこっち側を出すんだったらこれ緩め この、鎧同士を抜いちゃうと来ちゃうから、これを入れとけばそっち出してもらっても大丈夫分かりますでしょ、でこれを抜いてやったらその瞬間だから、このまんま打たないとえいやーってやるんだけど、それをえいってやったらこの瞬間やられるから、ずーっとこう打たない、押さえつけて切るでしょ、だから刺身をこうやった時にえいってやらないで押さえて切りますよね、こうこう相手より早いからじゃない、ここに来るからそこに置いてる。来た時にこのここが自分の自重で刺さるのが分かって止まってる。だからそのエリアを未来を見えてて、そいつが切りかかる。そう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 、それで止まる。で自分が逃げたと言っても相打ちになっちゃう。分かりますでしょ。だからビザッと刺す。これだからそれだからなんとか。これ浅いよね、うん、もっと前だと思います、そこそこ、そのこの確率のここにしないと来る動作があって取ったらいい、切る方ではなくてこっちで勝ってる、おお、そうそう、それで切る動作があってこうすればいい、このこうして終わり、言うとこうして押すわけで、打って伝えられる目がそれ、そう、おお、こう、おお、こうで、まあここまで抜かなくてもいいんだけど、本当はこうしてほしい、出てるからこっちに行った時に、おお、うん、出す動作に、おお、うん、そうね、おお、うん、そうそうそう、でこうはダメ、おお、うん、かかとフット、おお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 、これが大事なんですよ、おお、これがメインになっちゃってる、この足が力入れないこっちはね、おお、そう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 、グリッとです、こうね、おこういう感じ、こういう感じ、つま先小指側にこう膝がこう近づく感じ、こういう感じ、そうそうです、じゃあ目も閉じます、止めてるから、僕は、ね、でそれはこの手で止めてるからね、うん、でこっち側外すとそうなる、で僕は止めれるから、それをこれをして手は切ろうとして止めてるわけですよ、ここで切ろうとしてるから、うん、でそれをそこで防いでるわけ、うん、これがないと行っちゃうから、だからそれで止めてるけど、僕を攻撃するほどにはなってないのは、だからもうちょっとじわっといって、で
それで僕はもう話すこっちに行かないといけなくって、それでございますよ。このストーリー、このストーリーです。うん。そう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 。僕がやると、そっちの手で切ってもらうのさんとこうしてやると、うん、で僕はこれをこれを押さえてで切ろうとしてるわけだから僕は止めてるわけでもさせないとでこうして抜いたことでいいんですよじゃあこの手で払う払った動作を使ってこれを支点にこれを支点に切ってるわけおおそうですか